首都高速道路5号池袋線、近年では中央環状線との接続をする板橋、熊野町ジャンクション、通称板熊の4車線化事業が有名であるが、この池袋線には魔物パーキングエリアと呼ばれるパーキングが存在する。東京都豊島区南池袋、魔物は高速道路では狐並木コーナーに沿って存在する。そしてここの魔物と呼ばれる理由は、今映像に映っている一時停止0発進合流である。制限速度は 60km だが、実際多くのドライバーが80から90km で走り、合流と走行との相対速度は 80km 前後と非常に危険な合流なのである。いや、きついよなこれ。はイエローライン、車線変更不可であり、合流してくる車を確認したとしても減速以外の選択肢がないのである。だがこのコーナー、バンクがついていない下り右コーナー、トラックなど背が高い車が通ると姿勢を乱しやすく、ブレーキングをするのが逆に危険なのである。1台の勇者が合流に挑む様子です。では我々も勇者となるべく、この合流に挑みましょう。見えないね、この位置だ。停止線の位置では走行車線は一切見えません。いや、きついね。今だ。遅インプの全開加速でも本線に飛び出した時点で 40km しか出ません。でもこの GF で行けたってことは、この車でも行けますね。免許取り立て、キッズはここの PA を利用するのはやめた方がいいでしょう。そもそも首都高派ルートが頭に入ってないとお見舞いされます。